しょうね。うん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、どうして？大丈夫。ちょっと寒いかな。うん。あのね、お兄ちゃん怒らない？だって。あのね、お兄ちゃん、これ。うん。途中でこれを置きっぱなしだったのに気がついたの。こんなものじゃないよ。お兄ちゃんが必死で守ってくれた。大事な、大事なものだよ。ごめんね、お兄ちゃんまで巻き添えにしちゃって。ううん、ごめん。本当はそれだけじゃないの。外に出るのが怖かったの。外に出たらまた元のような日々が戻ってくるんだって思ったら、それ以上足が動かなくなったの。またライプリヒに監視されて、自由も何もない世界に戻るのかと思ったら、もう二度とこんな自由を味わえないのかと思ったら動けなかった。レミューに閉じ込められてから、みんなは何とか脱出しようとしてたみたいだけど、私は、嬉しかった。どこにも監視する人もいない。私が、私の意思で何でも決めていいんだって。そう思ったら、すごく嬉しかった。ライプリヒの研究所に入ってから、こんな自由を感じたことは、一度もなかったから。最初はこの事故も私の能力を試すための実験か何かかと思ったの。ソラが RSD だって分かった後は私の監視役なんじゃないかって疑ったりもしたんだ。でもナッキュ先輩もいたし、どうもそうではなくて本当の事故なんだって分かった後は嬉しかった。今までどこにいても誰かが私のことを監視してた。高校の中ででも、街に出てもずっと。逃げ出そうとしても無駄だった。私は、研究所に帰るしかなかった。
研究所に帰ればまた実験や検査の繰り返し。私には自由なんかどこにもなかった。だからね、私にはあの事故が嬉しかったの。そんなこと言ったらいけないのかもしれないね。みんなは必死だったんだし。でも私には今までこんな自由はなかったから。